今日は職質で起こされました僕人生初めての職質を受けたんですよ。で車中泊してて、まあ、僕の車だけ番号がね福島じゃないので、まあ、怪しいということで声をかけられたそうで職質で朝からねすいませんっつって起こされました。で、まあ、この辺でちょっと女性に対する、まあ、そんな何だろう声かけみたいなのがあったそうなんで、まあ、そういうの事件があったので探しているということで、まあ、僕が疑われて、まあ、起こされました、はい、でね、まあ、逆にこっちから情報を奪ってやろうということで、まあ、質問されたけど質問し返して、まあ、日本一周してるんですっていうね便利なワードを使ってね、で北海道まで行きたいのって言われたからはいっつって、北海道どうやって行くんですかって聞いたらいろいろねそう行き方教えてくれたんですけど、まあ、やっぱねお金かかるので大変だったりするそうなんですね。まあ、そんな感じでね、まあ、人生初の職質で起こされた1日42日目の朝でございます。で僕は今どこにいるかというと福島県の福島市の二つ山公園っていうところですかね。こんな感じの広い公園なんです。で向こうにはスポーツセンターかな、まあ、テニスコートなりでね、さっきねテニスなんか大会みたいにやってたんで見たかったのでね見ようと思ったんですけど終わっちゃってたのかな。さっきねわーわー盛り上がってたんですよ。あそこで見てるだけでもテニス楽しいんでね僕もやってたんで埋めたかったけど、まあいいや、ということで、公園にこんなのあるの初めて見ましたけど、まあ、この福島市ね、結構公園がね、多いんですよ。しかも無人で、まあ、24時間駐車場空いてたりとか、まあ、こんな感じでね、僕以外にも車中泊してる方も、なんかいる感じがすごくします。けどここはトイレが遠くてね、夜とか大変でした。こんな感じなのか。今時のランドセルってあんなカラフルなんですね。僕のところ赤と黒だけだった気がしますけど、すげえ小学生いっぱいいる何ここ小学校近いのか。じゃあ小学校から帰り道に遊んで帰るっていう人がいっぱいですね。でなんか謎に売店もあるし、あそこテニスの石碑だ。すげえ細かく書いてある。削られてるんか。団体戦だ。マジの公式戦がやってます。見てる方も緊張するね。こういうのってめっちゃ緊張感が伝わってくる。試合が終わったのかな。終わった。赤チームが勝ったみたいですね。小学校があちらにあってリンゴごっこクラブ館ですね。放課後の児童クラブだね。あっ子供たちが出てきた。もう子供たち下校時間だということで僕も下校しますかね。試合って見てるだけで緊張感すごく伝わりますね、うん、選手たちのさもう張り詰めたもう緊張感静けさめっちゃ伝わって面白いですね。見るだけでこういうとこめっちゃうまいんだよね。めちゃくちゃうまい、ね、買っちゃうんですよねこういうの。唐揚げとかさ高校のテニスやってたんでねちょっと思い出しますね。いやもう5年か高校卒業してなんか早いですね。全然変わった実感がないですけど、まあ5年前に僕はねYouTube をやりながらこう日本を旅してるなんて想像もしませんでしたけど、うん、5年かなんか僕全然ねなんか社会人の品格が全くないんですよ自分で言うのもなんなんですけど学生より学生な感覚がするんですけどね。どうなんだろう。別に観光地行かなくてもこう見たことないところ行くだけで楽しいね。朝から職質されるしそれも含めて楽しい。でまあこの間にねシャツも干してだいぶ乾きましたね、うん、あ鍵かけてたんだ。車中泊するには絶対水必要なんで水があるところでないとこうね車止めれないですね。まあでも幸い福島県はどこ行っても大抵水道あるので、うん、ありがたいですね本当に。この味噌汁無料っていうのなんかあったのでこれだけもらいながらこのね牛丼の上の部分だけを買っていきたいと思います。ということで見事ね味噌汁と牛皿の部分だいたい325円でございました。一応こちらにねたけるくんでご飯だけはねこうささっと炊きました。綺麗にお米は出来上がりました。わめっちゃうまそうだけど量が少なそう。ザッパーします。あぶね。うわ超うまそう。完成です。めちゃくちゃだいぶ立派な牛丼が出来上がりました。うわー豪華だ今日のご飯は、まあ、最近は納豆ご飯とかがね夜ご飯多かったですけど、まあ今日の夕食はこちらです。いただきます。あったかい味噌スープうめ
僕の動画の夕食の中でめったに見かけない綺麗なご飯です。今日ね、食室されたんですよ。でその時に、実は僕タケルくんで自炊してるんですってね、警察の方に自慢しましたで、まあ日本一周してるんですっていう話になって、証拠を見せるためにも炊飯器あるんですっつって見せたら、その警察官が、もう一人の相棒の方いたんですけど、その相棒の方に、見てください、炊飯器ありますよ、炊飯器っつってね、喜んでくれていました。美味しいです。もちろん。車中泊始めて43日 ?2 日くらい。僕の中ではもう日常になってしまったんですけど、福島県すら抜けていないのでね、はい。どんどん旅していこうと思います。それじゃあ。